皆さんこんにちは。本日は XLN オーディオによるライフを紹介します。ライフは専用のスマホアプリで収録したサウンドを自動的にスライスし、即座にリズムを作ることができる革新的なインストゥルメントです。では早速ライフの画面を見ていきましょう。まず画面一番上のこちらをクリックしてサウンドを読み込みます。 XLN のタブからはあらかじめライフにプリセットされているサウンドを選ぶことができます。ユーザーのタブからはライフスマホアプリで録音したサウンドを選ぶことができます。では実際にアプリを使って録音をしてみましょう。操作は非常にシンプルで、録音ボタンをタップするだけです。録音ができたら名前と色、アイコンを決めてセーブボタンをタップします。これで自動的にライフにサウンドがアップロードされます。OK ボタンをクリックしてライフにサウンドをセットします。では早速ライフに取り込んだサウンドを聞いてみましょう。サウンドを読み込むだけでこのように自動でスライスされ、シーケンスも自動で作成されます。詳細な編集を行うにはエディット画面に移動します。サウンドのスライスポイントはもちろん手動で変更することができます。バーをドラッグしながら動かすことでスライスポイントの変更、またプラスボタンをクリックしてバーを増やすこともできます。画面の中央には4トラックのシーケンサーがあります。スライスした合計8つのサウンドをドラッグ操作で各シーケンサーに割り振ることができます。各シーケンサーにはボリューム、ピッチ、フィルターなどのパラメーターがあり、サウンドの加工を行うことができます。サウンドをシーケンサーに並べてリズムを作ります。上下のドラッグでダイナミクスの変更、グリッドの下をドラッグすることでロールさせることもできます。こちらのサウンドバリエーションを操作することでサウンドのパラメータを一気にモーフィングさせることができます。パターンバリエーションではリズムパターンのモーフィングが行えます。ランダマイズボタンをクリックするとサウンドのスライスパターン、パラメーター、リズムパターン、すべてがランダムに変更されます。
キックボタンをクリックすると、キックオンのシーケンスが再生されます。ここでもパターンを変更したり、キットの変更を行うことができます。ライフは作成したファイルをさまざまな形式でエクスポートすることができます。スライスされた単体のサウンド、キック、シーケンスのステム、ツーミックス、ミディ、編集を施していない状態の生のファイル、これらをドラッグ&ドロップで DAW やコンピューターの任意の場所にエクスポートすることができます。このように生活の何気ない音を簡単に音楽へ作り上げることができるのがライフです。身の回りの音を使って自分だけの音楽を作ってみましょう。